どうも、ミスター Z です。はい、今回はですね、ゆるゲゲやっていきたいと思います。じゃあいつものやつやっていくわ。はい、やりました。プレゼントチャンス、タップしよう。ポチどうぞ。お、経験値、お、これ1万。おー、結構いくね。1万やってよ結構多いな。はい、ってことで、なんか届いてんね。何を届いてる？お、ゲゲゲゲゲチケット。はい、ゲゲゲチケットゲットでございます。じゃあやっていきましょうか。まだちょっとこれ早いから。なんかちょっとさ、イベントやろうなんか。イベントやりたい。じゃあホワイトスコアチャレンジやっていこうか。では今から、ホワイトスコアチャレンジやっていきます。あ、これコンティニュー不可なん？やばい、コンティニューが不可能やってばよ。マジかよ。僕もね、なんか最近ね、もう鬼太郎にねハマりすぎてっていうか、まあね、常に鬼太郎にハマってんねんけど、常にもう鬼太郎ファンやから。じゃやばない？やばくね。出てけ。おらいけ。もうね、ね、もうちっちゃい頃がずっともう鬼太郎好きでね、なんか境港とかも結構行ってますよ。次なんか境港行くときとか、なんか動画とか上げたりしようかな。まあ、いつ境港行くか分からんけど、まあ、楽しみだね。やばいよ。そんな雑談をしてたら一気にやられちゃうよ、もう。うわ、終わったー。終わりましたわ。このステージはコンティニューできません。ふざけんな、おい。やっぱり妖怪がね、まだ雑魚すぎるんかな。他のやつやるしかないな、ちょっと。他のやつやろうかね。じゃあ今日はちょっと経験値集めでもしようかな。経験値集めでもしよう。じゃあ経験値集めするんやったらやっぱりここやろ。この第1弾ね。はい。じゃあ、どこ行こうかな。まあ、山口県で行くか。山口県。はい、オッケー、行こう。山口。はい。もう適当にね、山口選びました。うわ、やばい。決め玉が、やばい。でもね、ね、この鬼太郎には効かんよ。この鬼太郎にはそんなヘッチョイ攻撃効かんよ。うわ、やばい、毛量軍団。毛量が集まってきた。お！なんかお宝ゲット、やった。やったぜ。なんか来た？あ、ドロタボーか、やっぱり。で、シュノボーンやろ？これ早くなんか、早くこれ西洋妖怪編とか行きたいよね、もう。なんか世界編やろ？なんか最近出てきた。なんか世界編とか行きたいよね。なんかヌラリヒョン出てくるやつとかあったやん、あれ。あとなんかね、タンタンボーも早くやりたいね。ラスボスの。あれのラスボス。あれのラスボスのなんかタンタンボーとか、なんか第2章やったっけ？第2章のタンタンボーとかやりたいよね。うん。あ、やべ、無駄遣いしてもうた。大妖術無駄遣いはいかんわ、ちょっと。では、ニュートもう一体追加で、バケガラス&キジムナ。キジムナってあれやね、沖縄の有名な妖怪やね。はい。おー、ゲットは。沖縄のね、なんかガジュマルのなんか木になんか住み着いてる妖怪っすね。うん。なんか確かなんか5期のやつではなんか赤股となんか一緒やったような。で、あとなんか南方妖怪とか出てきたやん、なんか。うん。なんか、沖縄の。うん。じゃあ次、佐賀県行こう。佐賀県行きましょう。お次は佐賀県でございます。
誰でもいいからかかってこい。かかってこい。わあ、いきなりジャミか。これ早く鬼太郎出しといた方がいいな。早いこと鬼太郎出しといた方がいい。これはもう。早いこと鬼太郎出す。もう。出します。いけ。いけ。まあ多分今の状態でジャミな一発やと思うけど。なんかね、昔ね、なんかジャミとなんか毛量なんか間違えてたんですよね。なんか妖怪大図鑑みたいななんか見て。なんかジャミと毛量なんか間違えたんですよ。なんかちょっと形似てるやん。ちょっと形的に似てるやん。なんかジャミと毛量って。なんか鬼太郎のなんか妖怪大激戦僕がやってるんですけど、DS のゲームね。あれでね、ジャミ出てきたとき、え？毛量こんなんやったっけって思って。あれこれ毛量ちゃうんと思ってね。なんか毛量はなんか K なんか加えてるよね。で、なんかジャミもなんか K 加えてたよね。ややこしいわって話。まあ別に今やったらもう普通に見分けつくんですけど、色とかね。色とかなんか目の形とか、ね。確かジャミは目くるくるになってますよね。で、なんか毛量は普通になんか、普通の目だったわ。はい。勝ちました。ローディング。はい、来ました。ほんじゃ次、熊本行こうか。熊本。僕のね、熊本旅行行きましたからも。熊本ね、夏にね、去年の夏で旅行行ったの覚えてるからみんな。ミスター Z の旅行スペシャルでやってるから。また見てくれたらね。うん。だいぶ前の動画なんやけど。だいぶ前の動画やねんけど、なんか見てくれたら嬉しいな。うん。で、またいきなりジャミ出てきた。はい、はいはい。なんかね、僕もね、もうちょっとね、鬼太郎グッズ集めたいね。うん。他のなんか YouTuber みたいな。なんか他のね、なんか鬼太郎マニアのなんか YouTuber とか、なんか結構なんか鬼太郎グッズなんか買い揃えてる人おるんですよ、ね。なんか僕もそれになんか見習ってやりたいね。僕もなんか、鬼太郎の、もう、鬼太郎の、なんか、ねえ、もう半端ないほど鬼太郎マニアやから。マニアックミスターです。もう、鬼太郎好きやからね。大の鬼太郎好きやもん。まあ、その話は何回もしてるけどね。なんかどうしてもね、その話止まらないですよね。鬼太郎がもう、好きすぎて。好きすぎて止まらんね。僕的にいっちゃん好きな妖怪は、まあ何やろな。僕的にね、日本妖怪とかでいっちゃん好きな妖怪は、まあなんかいろいろね、なんか何匹もおるからさ、なんかややこしいわ。うん。わかった。なんかね、結構ね、僕ね、好きな妖怪結構いるんですよね。好きな妖怪。何やろな、なんか和乳道とか、あとなんか、鶴瓶落としとか、顔系ばっかやな。顔ばっかやん。で、タンタンボとか、かまいたちとか、結構好きなんですよね。で、今なんぼや。おー。じゃあ、ガチャやって終わりにしようか。あと、ガチャやって終わりにします。一気に3000ぐらいやったね。ガチャ！ほんまにね、なんか最近ね、鬼太郎のなんか、うごのうの漫画あるじゃないですか。あれも結構書き進めてるからさ。今多分第16話まで書き進めてるから。それなんか徐々になんか、週に1回ぐらい出してます。週に1回ぐらい公開しようかな。うん。何曜日ぐらいにしよう。週に1回何曜日にしよう。まあ土日のどっちかやな。行けるとしたら。はい、で、来い。雨降り天狗。オッケー。じゃあ雨降り天狗は、まあ、一応まあ、広場に置いとこう。広場に置いときます。広場をね、結構賑やかにしたいから。じゃあ次、レアガチャやっていこうか。レアガチャ。これなんや？なんか入ってんのこれ。何か入ってるかな？
なんか、異様界入ってきて、おー、ダイダラボッチ。こんなんやったっけな、ダイダラボッチ。日本の大地を喰らう、雲を貫く大巨人。こんなんやったっけな、ダイダラボッチって。もっとなんか、歯剥き出しな感じしてんけど。もうちょい歯剥き出しな感じしてんけどな。ダイダラボッチってこんな可愛かったっけこんな可愛くなかったような気がするね。しかもなんかこんな四足歩行じゃなかったよ。四足歩行ではなかったよ。あ、ダイダラボッチの部品は知ってるわ。なんか4機とかなんか3機とかで出てきてね。うん。なんか脳みそになんか鉛筆みたいなの刺して、なんかやる、激発するやつやろ。うん。それは知ってるよ。なんかこのさ、この、これ一瞬なんかヤギョウさんに見えてんけど、これ。この黒いやつ。この、なんかここにもおる、なんか黒いなんか一つ目の影みたいな。これ一瞬なんか、ねえ。これさ、これ鳥やのにさ、なんかヤギョウさんに見えてんけど、一瞬。なんかヤギョウさんになんか見えなくもない、ね。で、なんか左側にダイドラボッチ。じゃあダイドラボッチした。間違えた。ヤマタノオロチ。ヤマタノオロチ欲しいよね。うん。ヤマタノオロチ絶対欲しいな。うん、なんか動画内でゲットできればいいんやけど。ヤマタノオロチもやっぱりラインナップに入ってんのか。一回回してみるか。ダイダラボッチじゃない。うわぁ。当たりそうにないな、これ。あんまり当たりそうにない。運が良くない。あ、猫仙人。初めてゲットすんのにもう見た目で分かった。あ、これはもうこれあれやな、もう図鑑に入れとこ。図鑑のやつだんだん集めてるから。一瞬でわかった。ほんじゃあ次こっち回してみようか。幽霊電車とか欲しいよね。幽霊電車来てくれ。来い。あーはーはーはー、こいつらね。誰だっけ。あ、松の精霊か。これ5期の妖怪四十七士やったね。うん。で、これも、あれ、これはもうね、これはもう図鑑に持ってるから、もうこれは広場に置くとくか。で、こんぐらいにしとこうかな。こんぐらいにしておこうかね。じゃあ、あとこれだけ見て、これと広場が今どんな状態になってるかだけ、確認しようか。ほんまにもう、鬼太郎最高。もう楽しいわ、これも。妖怪大激戦の方もね、結構楽しいから、おすすめです。まあ、結構古いやつなんやけど、今やっても楽しいからね。うん。はい、じゃあ広場どんな状態になってるかちょっと確認しようか。どんな状態？広場。おー、かなり賑やかやん。賑やか。もう賑やかやね。うん。変化素材とか届いてるかな。変化素材なんか、あ、ないか。あ、そっか、びっくりマークついてないから。ないのか。あ、残念やな。ってことで、今回の動画、これまでで、ここまでで、チャンネル登録はぜひぜひお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。See you again!